1719年の肖像画第6代ハディントン、伯爵トマス・ハミルトンは、スコットランド貴族。第5代ハディントン伯爵チャールズ・ハミルトンと、第8代ロシズ・オンナ伯爵、マーガレット・レズリーの次男として、1680年8月29日に、生まれ、9月5日に、ティニンガムで洗礼を受けた。両親が1674年に結婚したとき、長男が、 レズリー姓を名乗って、ロシズ伯爵を継承。次男が、ハディントン伯爵を継承すると取り決めており、1685年5月に、父が死去すると、次男であるトマスは、ハディントン伯爵の爵位を継承した。その後、1691年1月23日に、ホリールードパーク管理人という世襲職の特許状を得た。おば。 スザンナのトールミストン教アダム・コックバーンに育てられて保育党員になり、兄にあたる第9代ロシズ伯爵ジョン・レズリーと共に、スクアドロンボランテの有力者として、スコットランド王国とイングランド王国の合同を推進した。ハノーバー朝におよる、大継承を強く支持し、1715年ジャコバイト放棄が勃発すると、第2代アーガイル公爵ジョン・キャンベルと共に、 スターリングに向かい、シェリフミワの戦いでは、アーガイル公爵の部下として戦って負傷した。翌年に、ハディントン社党官に任命され、スコットランド貴族代表議員にも当選した。1717 17年3月1日、失する勲章を授与された。1735年11月28日に、ニューヘールズハウスで死去した。長男チャールズに先立たれたため、 孫トマスが爵位を継承した。ジョン・バプティスト・メディナによる肖像画が現存する。1696年、ヘレン・ホープと結婚に何二条を設けた。ありがとうございます。